金剛山、金剛山、クムガン山は、大白山脈に属する朝鮮民主主義、人民共和国、北朝鮮関温度にある山。最高峰は、ビル峰で、標高1638メートルである。古来朝鮮半島では、白刀山と並ぶ名山とされてきた。金剛山とは、華厳行の中から取った名称とされている。金剛山の峰々の数は12000方あると。 言われてきたが、この一万二千という数字も、同じく下言行にある数という。また、金剛山には、宝来山、河出岳山、皆骨山という、よく知られた別名がある。宝来は夏、河出岳は秋、そして皆骨は、冬の金剛山を指す言葉として用いられている。金剛山は、古くから、かなり広い地域を指す言葉であり、現在でも金剛山の範囲は、 東西4 0トル、南北6 0トルとされている。もっとも、範囲の定義は、かなり曖昧な面もあり、特に一番広い定義を採用した場合、南端のごく一部は、韓国側にかかることになる。金剛山は内金剛、ネクム岩、外金剛、ウェクム岩、ウミ混合、ヘクム岩の、大きく3つの地域に区分されている、最高峰である、ビロミネガール。 中央連邦を境とし、西側を内根号、東側を外根号、東端の海岸部が海根号である。日本統治時代には、外根号南部を新根号、新根号、新区無岸と呼んでいたが、現在ではほとんど使われていない。また、現在の北朝鮮や韓国では、もっと細かく22内市23区域に分ける方式も採用している。 金剛山観光地区が制定されているのは、外金剛と海金剛の一部であり、韓国側からの観光も外金剛と海金剛の一部のみで行われてきたが、2007年6月以降、内金剛の観光も開始された。白木時代より仏教が盛んだった金剛山には、寺や石塔、石仏などが多くあったが、朝鮮戦争の結果、多くの文化財が破壊され、 北朝鮮時代になってからは、近日生、近小日親子を称える文字を代々に岩に刻みつける行為が続けられている。外金剛には、金剛山温泉がある。1894年、イザベラ・ワードが金剛山を訪れた時期には、長安寺、デ神刑事など45の寺院があったという。朝鮮気候では、長安寺を五を515年、 白木の方向を時代に建てられた朝鮮最古の寺として紹介している。20世紀初頭は交通の便が極めて悪く、金剛山を訪れる人も極めて少なかったが、その風貌が知られるにつれて、日本有数の名山とされ、徳富祖宝や若山牧水などの著名人が金剛山を紹介したともあって、広く世に知られるようになった。やがて鉄、原、鉄源、 チョロ論から金剛山電気鉄道という私鉄によって内金剛の麓まで朝鮮総督府鉄道の東海北部線によって外金剛の麓までアセスが可能になると金剛山は一大観光地となった外金剛に当時朝鮮半島有数のスキー場が作られ山スキーも盛んに行われるなど金剛山には指揮を問わず観光客が集まるようになり 日本式や朝鮮式の旅館が立ち並び大いに栄えたという、金剛山を国立公園とする運動も起こったが、それは実現しなかった。韓国の現代財閥会長、丁秀英は、金剛山付近の出身で、北朝鮮当局と話し合って、韓国からの金剛山観光を実現させた。1998年11月、カンボンド東海港を出港する船で、 韓国からの観光が始まり、2000年3月からは、不山港からも観光船が出港するようになった。2001年7月以降は、カンボンド即走港から出港する、石炮号に一本化。2003年9月以降は、南北間の軍事境界線を直接越える陸路観光が本格に開始され、2004年1月以降は陸路観光に一本化された。 現代財閥は巨額の観光量と引き換えに北朝鮮側から金剛産の独占開発権を取得し様々な観光資源に恵まれた金剛産の本格開発を計画したが当初巨額の観光量と設備投資の割には観光客がたからなかったそして北朝鮮側との交渉の難航現代財閥の内部対立などもあって予定通りには観光開発が進んでいない 一方、2002年10月には、金剛山さんは北朝鮮の観光地区に指定され、陸路観光の定着とともに観光客も増え、金剛山さんでは南北分断で別れ別れになった離散家族の再会事業が行われるなど、韓国と北朝鮮との窓口としての役割を果たすようになっており、韓国国内では金剛山さん観光を海上工業団地とともに、 対応政策の成果として評価する声も高い。しかし2006年7月の北朝鮮のミサイル発射問題の影響で、離散家族再開事業は北朝鮮側から中止が表明され、北朝鮮に観光料が支払われる、今後産観光の是非について、アメリカから問題提起がなさた。同年10月の核実験後は特に、 混合山観光に対する内外の批判が高まっている。陸路観光は、即走市の北にある関温度高条郡の南北出入事務所前からバスに乗車し混合山へ向かい、またバスで戻ってくる形で行われている。北朝鮮と韓国は互いに公式には国家として認めていないため、詐称や旅券は必要ないが、代わりに観光賞を代用として使用している。 ただし、韓国人以外は旅券も必要。また、北へ向かうための出入手続きがある、出入国手続きではない。料金は2泊3日で30万ウォン、約3万円くらいからあるが、季節や宿泊施設の等級によっては、もっと高くなる。ちなみに観光客1人当たり一定額の観光料を北朝鮮側に支払うことになっており、2泊3日の 場合の観光料は80ドルである。金剛山では、ハイキングの他に、温泉や、海水浴、さらには、北朝鮮のサーカスや歌といった観光メニューがある。金剛山内での通用貨幣は、アメリカドルであり、韓国ウォンは使えない。また銭湯は使われず、最低単位が1ドルのため、韓国より物価が高くなっている。2008年7月11日に、 韓国人の女性旅行者が北朝鮮当局の発表によると金剛山付近で誤って立ち入り禁止区域に侵入、北朝鮮兵に射殺される事件が発生した。この事件では観光業者の現代画山や北朝鮮側、目撃証言等が合致せず、派遣調査をめぐり南北政府が対立した。こうした報道を受けて侵入禁止区域における観光客の安全を憂慮する声が 韓国内ら上がり、韓国政府は暫定的に金剛山へのツアーを停止する措置を取った。これに対して北朝鮮政府は事件の全責任が韓国にあるとして韓国が謝罪して再発防止策を講じるまで韓国からの旅者の受け入れを停止すると発表した。この事件を契機として対応政策の一翼であった金剛山観光が途絶え、 同年12月1日には北朝鮮側の往来制限措置で海上観光ツアーが中断となるなど南北間の緊張緩和政策が変化した。金剛山観光地区法2002年により金剛山観光業を主導した現代画山は観光再開に向けて会長自らが平壌を訪問し、近正日総書記と会談で観光客の安全に対して 約束を取り付けたものの、韓国政府が安全面を理由に再開を許可しないため、未だに、混合産観光は再開されていない。2010年4月8日、北朝鮮側は、韓国政府所有の離山家族面解消をはじめとした、韓国側所有の不動産資産を、収む、凍結し、韓国側管理要員を追放すると発表。また、混合産観光中断が、 今後も継続する場合、現代画山との契約を破棄し、新たな観光事業者を選定することを示唆した。混合産観光には中国の旅行会社が関心を示しているとされており、その後、韓国側が反発する中、中国人観光客の混合産受け入れを開始した。ただし、閉鎖されている韓国側の施設には立ち入ることができない。2011年に、 混合山観光地区は廃止され、同年4月から混合山国際観光特別区が設置されている。2018年9月の第5回南北首脳会談において、経済制裁の解除等、環境が整い次第、海上工業団地と混合山観光を再開することに合意した。また、離散家族の常設面会所の会所に向け、北朝鮮政府が没収した。 離散家族面会所の没収措置の解除要請に同意した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。